やり直しは禁止、リセットボタンは押さないでーす。皆さんこんにちは。フジテレビ新人アナウンサーの幼いレイナです。このチャンネルではアナウンサーの卵である私が大好きなゲーム実況を通して一人前のアナウンサーを目指していくというチャンネルになっております。はい、まあ、早速、はい、今日はゲーム紹介からいきたいと思います。今回プレイするのはこちら、じゃーん、ときめきメモリアルガールズサイドフォースハートです。こちら学園恋愛シミュレーションゲーム、ときめきメモリアルガールズサイドシリーズが任天堂スイッチに登場。約53,000ワード、およそ49時間ものキャラクターフルボイスで紡がれるあなたの高校生活、無数のルートとエンディングが楽しめるシリーズ最大級のボリュームでお届けということですけれども、これもともと知ってた？知ってたよ、知ってたよ、ときメモだよ。いやもう本当にやりたくてやりたくて。今フォースってことじゃん、うん、そうそう。でもずっと前からだった、このガールズサイドがその男の子を攻略するゲームで、うん、それがまあ1作2作3作で4作目で、その前からそのときめきメモリアルっていう今度は女の子を攻略するゲームがもともとあって、でそれがもともとこう何作も続いてたんだけど、まあ途中で男の子バージョンもいきましょうということで、このガールズサイドが出たんですよ。めっちゃテンション上がってるもんね。もうめっちゃね、やりたくてやりたくてやりたくて、まさかやれるとは思わなかったから、買うためにあの行ったんですよ、お店に。でもうここにもうときメモがある状態ね。でいや、うわ、買おうと思って行ったの。でも、うん、ちょっとね、あのお金を使いすぎてしまって、うん、お金が足りなくてあーって思って帰ったんだね。もうお店でも15分くらいこうめっちゃうろちょろしてどうしようどうしようとか思って結局、うん、でもなんとリセオサでできるっていうことで、はあ、言ってなかったからさ、もう来た時ね、そう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 、待って、ときめもやってるんだけどみたいな、流れてるんだけど、ちょっとテンション上がってしまいました。早速やりましょう。あ、初めから続きから、何、私のことって何、これが自分のなんかいろいろ、あー、じゃあどれからやればいいのか、初めから決める、私のことでもいい、一回見てみよう、プロフィール帳、あーすごい、いや、これは違うな、タイトル、まあ、このなんていうの、この音、もうときメモやってる感じが出るわ。初めから、いらっしゃい、お、表示する名字と名前を入力してね。これね、名前呼んでくれるんだよ、やばくない？いや、待って待って、でもなんかどうしよう、そっか、普通にレイナで行くか、うん、でも名前呼んでほしいんだけどな、ちょっといいんじゃない、レイナで、ねえ、恥ずかしいけどちょっとこれは自分の名前で行こうかな。え、これさ、呼ばれるときフルネームで呼ばれるの？いや、それもね、なんか前は変えられた気がするな。レイナはもうひらがなでいいや、確定、呼ばれ方押さないでしょうね、押さ、あ、間違った、待って、押さないってあるのかな、そもそも押さないって収録してくれてるかな、あ、そういうこと、そう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 、いい、お、な、あ、そういうね、田中とかの方良かったかな、いや、レイナでやったらさ、でも出てきたしね、でもレイナって呼ばれるのまだ先だと思うな、王でいいかレイナはありますように、レイとかはありそうなんだけど、 ありそう、私前やった時なかったんだよ、あったやった誕生日はこれ本当の誕生日、もう私にしよう、もうレイナで、そう、レイナで、雰囲気が変わろうで、お部屋シンプル、アンティーク、ポップ、和風、姫系、アジアン、
どうしよう。そんなのがあるの。そう、お部屋も決められるんだよ。あ、どうしよう、迷うね、これ。ポップにしようかな。え、なんかお部屋で変わるとかないよ。ありそう。お部屋で来るのかなと思って。ありそう。これで全部決まった。はい、決まりました。王って呼ばれるんだ私。はい、じゃあ後で会いましょう。まったね。あ、私も明日から高校1年生、名門羽ばたき学園の入学式か。ドキドキするな。はあ、入学式か、本当にドキドキしてきた。お、おしゃれ。これで高校生活で必要そうなものは大体揃ったかな。あ、え、このペン、かわいい。風車の模様もすごく気に入っちゃった。ありがとうございました。ふふ、明日はこの新しいペンと一緒に高校へ入学しちゃおう。いや、新しい文房具もちょっとテンション上がるよね。おしゃれ。ただいま。さっきお母さんから聞いた話、本当にびっくりした。そっか、帰ってきたんだ、りょうたくん。イギリスへ行ってからもう9年経つんだ。りょうたくん。久しぶりに彼の名前を聞いたらいろいろ思い出した、子供の頃のこと。りょうたくんがイギリスへ移住する少し前の日のこと、確か彼と二人であの場所で。あ、ほら、鐘の音、また聞こえてきたよ。本当だ、小さいけれど聞こえるよね。な、これが聞こえるのって通学路のこの辺だよな、いつも。あ、そうかも。こっち、聞こえたのこっちだと思うんだ俺。来て。はあ、はあ、りょうたくん、どこまで行くの。もうちょっと、この先。きっとあそこのやつだ、この鐘の音。前におじいちゃんと見たことあるし。ここ、教会、古い教会なんだ。今は使われてないんだって。この中にはね、外国のステンドグラスとかアンティークとか宝物がたくさんあるんだ。入り口の扉開くかな。不法侵入じゃない。え、そんなことして大丈夫。ああ、やっぱりダメか。ねえ、りょうたくん、この窓から教会の中が少し見えるよ。あのキラキラ光ってる絵、 あれがステンドグラスって言うんだ。で、それのずっと上の方見て。何？わー、大きな鐘。さっき鳴ってたの、あの鐘かな。きっとそうだよ。また鳴ったら見に来ようぜ。あの教会の鐘を見つけた日から鐘が聞こえるたびにいつも寄り道をして、でも鳴っていなくて、それからなになに。え、今日図工で作ったりょうたくんの風車、先生のお手本より回ってたね。まあね、ほらお前にあげるよ。めっちゃいい感じじゃん、この二人小学生なのに。え、いいの。いいよ。実はこれ、羽ばたき城の宝物庫にあった風車と同じ作り方なんだ。宝物庫の風車？そう、お城の宝物らしい。夕日みたいなオレンジ色で、願い事をしてからふーって吹くと何でも叶ったんだって。へー、わー、魔法みたいだね。この風車もそれと作り方は一緒だからさ、俺たちの願い事叶うかもしれないぜ。
本当？やってみよう。はい、願い事してふーって吹く。え、お願い事は？俺たちがいつも元気で幸せで、それで結婚できますように。あら、絶対にできますように。あら、どうしよう、願い事なんて急に浮かんでこないよ。片思い？陽太くんの片思い。あ、そうだ、陽太くんの願い事。じゃあ吹くよ。せーの。いい子だな。小学生でこんなさ、人の幸せを願える子いないね。いや、すごいよ。鐘が鳴った。だからここに風車あるんだ。パッケージに風車が。本当にこの教会のだったんだ。結婚式みたいだね。そうかもな。願い事何した？それ聞くのか。秘密、恥ずかしいから。そっか、じゃあ俺も秘密。秘密にしてた方がいい。お前と同じだと思うよ。え？同じ願い事、涼太くんの願い事が叶うってこと？あら、もうこれルート決まっちゃったじゃん。もう涼太くんルートしかないよこれ。あ、夢か。ふぐ、久しぶりに彼の名前を聞いたから懐かしい思い出が蘇ったみたい。そっか、あの涼太くんが帰ってきてるんだ。いなくなっちゃったのか。さて、そろそろ起きて準備しなきゃ。入学式ですから。高校に戻って、マイルーム、あなたの数値化された能力パラメータを確認できます。次の行動を決める行動コマンドを選ぶこともできます。とりあえず入学式に行きましょう。行ってきます。行ってきますなんて言ってないな最近。一人だから。うーん、気持ちのいい朝。私の高校生活いいことありそう。いいね。昨日家に来てくれたんだよね。私は会えなかったけど、雰囲気変わったかな。でもきっと物知りで活発なところはあの頃のままなんだろうな。好きじゃん。そんな気になって。小学生の時と同じ通学路、昨日の夢の中でも見た懐かしい道、なんだか不思議な気持ち。太陽が眩しい。おっと、もしかして。あ、久々の再会なのにしかめっ面かよ。あ、私これボタン押せないわ。どうしよう、やばいやばいやばい。おお。やばい、もしかしてりょう、ふうま、ああそうです、風間、風間です。昔よく一緒に遊んだ気がしますが、まあこういうのも含めてお前だもんな。期待しすぎちゃった俺が悪い。うん、改めて9年ぶりだな。変わらず元気そうでよかった。9年ぶり、だいぶ久しぶりだけど。風間くん、すごく大人っぽくなったね。夢で見た小学生の頃とは全然違うよ。お前、俺の夢なんかを見てる。あざとい、あざとい、幼い。今朝ちょうど、不思議だよね。あざと、別に私こんなこと言えないわ。特別不思議なことでもないんじゃ。ところで、その制服姿ってことはもしかして羽ばたき学園に通うの？そう、予想以上の展開で俺もびっくりだよ。昨日おばさんに言っておいたけど聞いてない？ごめん、私も風間くんが帰ってきたことにびっくりしてちゃんと聞いてなかったかも。また同じ学校に通うだなんて、まるで小学校に戻ったみたいだね。はあ、そろそろ行こうぜ。ちょっと感動の再会が長引きすぎた。あ、本当だ。
わあ、初っ端からもう2人で投稿ね。小1の時もさ、この坂道登って2人で学校行ってたよな。近い。うん。あ、そうだ。なんだよ。お帰りなさい。ただいま。新婚か。昨日はごめんね。せっかくうちに来てくれたのに、私留守にしちゃってて。いいよ、帰国便も遅れてたし、俺もいきなり訪ねたから。外国ってたのか。え、本当に昨日帰ってきたばかりなの？そう、俺だけ先にな。イギリスって9月が新学期だから、このタイミングって手続きが多くてさ。そうだったんだ。4月からこっちの高校に通うのもうダメかと思ったけど、なんとかギリギリで間に合った。で、父さんたちはまだあっちで仕事してる。こっちの骨董屋にはおじいちゃんがいるし、俺はしばらく一人で自宅の方に住むことにした。あの大きなお家に一人で暮らすの？じゃあもし困ったことがあったら。それより、お前覚えてる？あの時のこと。あの時。選択肢じゃん。不思議な教会と鐘の音のこと、風車にした二人のお願い事のこと、いろんな時があったけどどれかな。これはダメ。でどっち、お願い事じゃないのこれは。もう、ねえ、こんなもうあざといから。この子、風車にした二人のお願い事のこと。それ見るからにお前元気そうだし、願い事は問題なく叶いそうだな。両太ルートじゃん。ほら、あの人。わ、離れてるんだけど。風間両太。あの噂って本当だったんだ。同じクラスになったらどうしよう。やばいよね。うちのおじいちゃんなんて若様って呼んでたもん。若様。もうお坊ちゃんなんだよ。ねえ、風間くんのことを噂してるように聞こえるけど。うん。聞こえません。っていうか聞くな、あんなの。わ、若様とか気になるよ。若様とか気になるよとか考えるのやめろよな。やだ。呼ばれた。顔に出すぎ。校長先生、ありがとうございました。続きまして、教頭先生、よろしくお願いいたします。こんな入学式なんて上の空だよ。教頭のヒムル。お、校長先生の入学許可宣言を受け、諸君は晴れて羽ばたき学園の新入生となった。豪華だと思う。ここに運命的に集った仲間と切磋琢磨し、互いに高め合い、3年後この学園から強く羽ばたくための翼を鍛えなさい。ヒムロ、我々教職員も諸君を教え導くことに誇りを持ち、攻略対象だったんです。精一杯努力する所存だ。確か家室先生が厳しそうだけど、教頭先生だよね。その時は違ったの。多分生徒だった気がする。確かに。教頭先生、ありがとうございました。続きまして、当学園の理事長よりご挨拶をいただきます。よ、あら、同じクラスですか。あ、クラスまで一緒とか。もうなんかさ、これはちょっとね、本当にびっくりだね。だな。ま、席が隣じゃなくてよかった。そこまで揃うとちょっとね。あ、今の一瞬の、ね、ちょっとなんだよ。ちょ、本当は隣になりたかったくせに。おお。え、何あの人。電気工事の人じゃね。確かに。手袋して。笑ったぞ。笑顔が可愛い。可愛い。なんだお前たち、もう忘れたのかよ。
式で職員紹介あっただろ。まさか私たちのクラス。おー、俺の名前は三影小次郎、このクラスの担任だ。嘘マジかよ、やべえの来た。いい反応で嬉しいね。あ、正式に一体何事の。あれは教頭先生、確か氷室先生だったよね。三影先生、直ちに職員室へ。これからホームルームを。直ちに。はい。生徒諸君はそのまま自席で待機。あの牛気になるんだね。氷室先生、耳と髪が抜ける。やばいやばいやばい、引っ張られてる引っ張られてる。あれなのかな、農場とかやってんのかな。あ、軍手してたし、ね、うん。いや、あ、聞こえた。しょっぱながらカッコ悪いとこ見せちまったな。なんとか生還したけどさ、無理やり着替えさせられた。先生かっこいいよ。そりゃ分かってんの。でもさっきの方が楽なんだよ。な、今日はお色直しありの特別版だ。それでどこまで話した？まだ名前しか聞いてないっすよ。待て待て、もう大きな声出すなって。じゃあ改めて自己紹介な。俺は三影小次郎、5月25日生まれ、明るくてノリのいい大型だ。自己紹介で誕生日を教えてくれる先生初めてかも。もうこんな時間だな。最後にどうしても聞きたいことあるやついるか。先生の担当教科は何ですか？そりゃ必要情報だったな。教科は生物、園芸部と陸上部の顧問もやってる。陸上は完全なお飾りだけどな。そんじゃあ最後、窓際のニコニコしている女子。窓際のニコニコ、私ですか？そう。ほら、なんか面白い質問で締めてくれ。無茶ぶりね。あるよ。黒板に書かれている詩は？この子はモーリーちゃんだ。モーリーちゃん。実家で飼ってるホルサイ。実家で飼ってる？すげえ。ペットが牛っすか？先生ん家って牧場とか？終わり。最後って言ったろ。そんなホイホイ教えてたら1年間持たねえよ。面白い面白い面白い。もっと聞きたい。ホルスタイン飼ってる先生ってマジやべえの来た。ノリいいな、みんな。三影先生かはちょっと変わってるけど面白そうな先生だな。うん、楽しい1年になりそう。え、この人も攻略対象になるのかな。なりそうだよね。なりそうだよね、先生も。でこうして勉強とかやって自分を磨いていくんだよね。得。小遣いだけだと洋服とかあまり買えないし、アルバイトか考えてみよう。これもなんか好きな人と同じバイト先にするとか。うん、そうなんだ。先生の誕生日。スマホで情報をチェック。商店街に新しいお店、ファッション大冒険が仲間入り。駅伝ボーイズ。なるほどね。これもあれか。男の子がどんな。
は幸楽？幸楽って雑誌かな。あ、いいね。見つけた。ほら、光る。あ、昨日風間くんと一緒にいた子。狙われてる。やばい、もう早速。そりゃそうよ。おっと、お。あなた、羽ばたき学園の中等部にはいなかったよね。私、うん、羽ばたき学園の中等部じゃなかったけど。みちるお姉ちゃん、いたら光たちとっくに気づいてるって。わかってる。あれ、あなたたちどこかで花椿ツインズだよ、マリー。マリー光る、ダメ。自己紹介する前にニックネームで呼んじゃ。あ、ミチル、ヒカルって双子モデルの花椿ツインズ。あたり、花椿ヒカルだよ。私は花椿ミチル。これからよろしくね、マリー。マリーマリーって呼ばれてる。あ、マリーって私のこと。そう、可憐で幸せに満ち溢れる女の子。まるで愛らしい花のよう。急に、あら、まあ、なんだろうこれ。攻略されてるわ。少しだけど、光たちと同じ匂いがするんだよね。そんなモデルと同じ匂いなんて、そんなこと。まだ目覚めてないだけ。でもね、ちゃんとつぼみは色づいてるね、お姉ちゃん。変に思わないで。私たち花椿一族にはちょっと変わった力があるの。だから私たちには見える。高校生活でマリーを彩ってくれるたくさんの花たちが。でもね、あのね、前作、うん、バンビだったの。バンビって呼ばれる前作だった。うんうん、恋愛したらヒカルに何でも聞いてね。おしゃれが気になるなら私に聞いてね。あ、うん、ありがとう。ミチルさん、ヒカルさん。ヒカルでいいよ、マリー。私もミチルでいいよ。じゃあまたね、マリー。花つばき家もね、なんか、うん、ずっと代々出てる。世界的ファッションデザイナー花つばき五郎の親族の人気モデル花つばきツインズが同じ学校にいたなんて。ミチルさんはファッション、ヒカルさんは恋愛の相談か。ところで、マリーってなんだろう。本当よ、可愛いからいいけど。あー、飛んでっちゃった。あ、そろそろ予鈴が鳴っちゃう。教室に戻らなきゃ。おっと、運命の出会い。わ、ごめんなさい。急な方向転換は危険だ。あ、氷室先生、すみません。怪我をしてから、させてからでは遅い。以後、気をつけなさい。教習所みたいなこと言う。あ、氷室先生のネクタイにチョークの粉が音して。あげよう。パンパン。な、え、何を。え、あのネクタイにチョークの汚れがついていたので、そうか。大変失礼。新手のスキンシップかと勘違いした。え、スキンシップ。なぜ驚く。私はここで長年教師をしている。君のような元気な生徒から幾度も、うん、そうなんですね。でも私にはスキンシップは難しいです。うん、よろしい。私でよければ練習台になろう。お、お願いします。では始める。スキンシップの基本を頭に叩き込みなさい。やべえやつ。スキンシップエリアは大きく分けて頭、目元、口元、体、腕の5つ。エリアによって伝わる思いが違う。なんとなくわかるだろう。ここまでが基本だ。理解はできたか。はい。よろしい。
次はスキンシップのアクションについて具体的に説明する。まずはタッチ。タッチ。相手に軽く触れてすぐ話す。これ何の話します。軽く視線を送る。そんな意味合いだ。いや本当に。次にスライド。スライド。こするように触れる。くすぐったり寄り添ったり、相手の意識をこちらに向ける。そんなところだ。最後にためタッチ。ためタッチ。一点に触れたままにすることだ。見つめたり思い切った行動を意味する。これら3つのアクションを覚えておきなさい。はい。君が相手に触れる部位、触れ方で様々な気持ちを伝える。これがスキンシップだ。なるほど。以上、理解したか？してない。よろしい。触れ合う相手との関係もスキンシップの満足度に影響することを覚えておきなさい。なるほど。要は駆け引きを楽しむ余裕が持てるかどうかだ。あ、では実践だ。実践。的は大きい方がいいだろう。先生で。では口元、私の口に視線だ。何？さあ、来たまえ。さあ来たまえ。じゃん。コツをつかんだようだな。笑ってくれた。エクセレントだ。私の目をじっと見つめるんだ。これは使いどころが多い実演講習だ。来い。来い。ちゃんと。ナンセンス。ナンセンス。それでは君の気持ちが伝わらない。なんと。慌ててはダメだ。タッチしたまましばらく待て。相手の体をくすぐる。どういったシーンで有効かは自分で考えなさい。実演講習だ。来い。どうしたらいいの？うん。嬉しいかっていう。ねえ、大丈夫か？エクセレントだ。室先生。焦らなくていい。着実にこなすんだ。はい。では、今日のレッスンはここまで。あ、はい。もうちょっとお願いしますとか言って。うん。若者らしい健全なスキンシップで親交を深めることも大切だ。では。です。あと、なんか来たけど。お話からするに、うん、氷室先生は先生で登場したのかな？前作も、うん、ちょっと覚えてないけど、うん、なんかそのまま上がっていって偉くなって教頭になったのかもしれないね。なるほど。え、生徒だったけど、いや先生、いやどうなんだろう。でもなんか長年、うん、勤めてるみたいな。勤めてるって言ってたから。でもそうしたらかなり昔ってことになるよね。うん。どうなんだろう。ちょっと調べてみよう。ということで、キメキメモリアルガールズサイドフォースハートプレイしました。いやもうこんなのも序章、序章でしょ。まだ全然全然だね。出てきてないもんね。だってさ、りょうたくん以外が、うん、もうりょうたくんルートだけどこのままじゃ。確かに。でもりょうたくん好きだもんね、完全に。うん、好き。私多分、りょうもいいでしょ、今の段階では。今のところはね、りょうたくんしか見えないよ、もう。でもさ、まだこれからたくさん出てくるからさ、うん、どうしよう、選び放題。はい、ということでちょっとテンションが上がってしまいましたけれども、次回も続けてやっていきたいと思います。今回の動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いいたします。また私を社内にやってほしいゲームのタイトルでしたり企画がありましたらコメント欄にお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。